修営女学園マリア様は見てる。現在コバルト文庫から刊行されているマリア様が見てる、スールのちぎりを結ぶことによってできる乙女たちの絆を描くテレビアニメにもなったり漫画化もされている大人気作品です。はい、ごきげんよう皆様。今宵も告白の懺悔のお時間がやってまいりました。一人でも多くの魂が救われるようにあなたに手を差し伸べますよ。アーメン。はい、それではシスタータツ、今日の迷える子羊からのお便りを紹介してください。はい、神父様、今日も迷えるスールがいらしております。まずはこちら、茨城県のなっちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。親父様、シスター、ごきげんよう。ちょっと待って親父様って何、どういうこと。親父様なるほどね。私一応このキャラクターだけはシンプルなんだけど、この方のね、なっちゃんさんの神父は、神はこう親戚の神なんね。親って書いてるから、親父様もう軽くへこむからね。ね、まあいいや、先進めて。はい、はい。親父様、神父さん、シスター、ごきげんよう。ごきげんよう。私は中学1年にもなったのに、未だにお父さんに甘えているんです。抱きつくもの、抱きつくのも、手をつなぐのも、全然嫌じゃないんです。友達は、絶対しないと言うし、私は変なんでしょうか。親父様、神父さん、どうかお導きください。ああ、なるほどね。あ、まあ、ある意味、内容とはリンクしてるのね、これね。まあ、狙ってたらすごいね、これね。中1の方だけどね。狙ってたらすごい、天才の、ね、うちの番組、作家になったらいい、ね。そうね。親父様的にはね、いいと思うな。中1でも中3でも、お父さんはね、寂しいと思うよ、これ大きくな。ほら、よく言うじゃない、ほら、お父さんのとパンツとは汚いから一緒洗ったら嫌だとかっていう話もね、はい、お父さん臭いとかっていう、ね、嫌われがちなポジションじゃないですか、娘からはね。はい。うん。でもこうやってね、はい、なっちゃんさんがね、はい、お父さんにこう甘えて手繋いであげたりとかしたら、これはもうお父さんは喜んでると思うんですよ、これ。もうめっちゃいろいろと頑張ると思うんだよ。お仕事も頑張ると思うしね。はい、だからこれすごいいいことだと思いますよ、はい。それ以上の関係にならないようにすればいいと思いますよ。ね、素敵だと思いますよ。ね、シスタータツはどうですか？もうなんかさっきから親父様ってのが頭が離れなくなっちゃって。本当な、お前な。会話にしちゃうわ、まあ、まあ、ね、私はこれ全然何も懺悔することないと思うんだけどな。はい、で、まあ、ポイントはもう親父様って一応間違いないな、これ。ここに対してですね。もう中身が OK だけど、ここがあかん。というわけで、その点だけ懺悔です。祈りなさい。さすれば、御霊も救われましょう。アーメン。はい、それでは次の懺悔のお便りをご紹介してください。はい、続いてのお手紙は千葉県にお住まいの音犬ネームヌンメロチョン八世様からいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。神父様、シスター、ごきげんよう。ごきげんよう。分かってるね、 OK ね、こういうことになってるね。そうですね、はいはい、ごきげんよう。この前、友達と100円ショップのレジに並んでいた時のことです。私の前に子連れのママさんがいらしたのですが、そのママさんのそばにいた女の子の手にはなんとコンドームの箱が握られていたんです。その時、なんだか見てはいけないものを見てしまった気がします。神父様、シスター、どうかお導きください、とのことでございます。なるほどね、はい、お子さんが持ってたと、箱をね握りしめてた。これはどうなのかね、お子さんがなんかお菓子かなんかと思ってポッて持ってきちゃったのか、お母さんがこれでも持ってなさいみたいな感じなのか、今ってこう結構、それともお子さんがご自、これはないからね、自発的に持つなんてことね。でもこうなんていうか、こうそういう教育が進んでいるところなのかもしれないですよ、このヌンメロチョン八世さんのね、お住まいの地域はね、はい、北欧みたいな感じかもしれないですけどね。小さい頃から。いろいろと教育しとけば間違った道に進まないから、ね。そうですね。そうそう。変に隠すよりは、まあ、きちっと教えてあげた方が何でもね。そうです。良かったりすることもあったりとかね。はい。寝た子を起こす場合もありますけどね。それはまあ、いろいろと使い分けてね。はい。もう適材適所で頑張ったらいいと思うんですけども。はい。いや、でも、ちょっと私、100円ショップで売ってるんだ。そういうもんなんですね。100円なんだ。
知らなかった。でもすごい破れやすそうですよね。100円だと。うん、だそうなの？なんかそんな感じしません？あ、100円分だから。量少ないとか。ああ。まあ、なるほどね。もう、楽しいこと言って、シスタータツも。もう、頑張って。まあ、でも別にね、もう見てもいいんじゃないのこれ。もうほんとね、最近なんですけど、うん、あんま別にね、懺悔するほどでもないお便りが多いのね。もっとこう、ほん、あ、かといってあんま深刻すぎてもね、ここに懺悔されてもどうしようもないようなこととかはと困るんだけど、はい、これ別に見てしまう、見てはいけないもん、いや別にいいんじゃない見るぐらい。うん。あ、いいと思うよ。こういうなんかちょっと中途半端なことを送ってきたことに懺悔をしてほしい。というわけで、祈りなさい。さすれば御霊も救われましょう。アーメン。あなたの心にしまってある懺悔、まだまだお待ちしておりますわ。全部言ってしまえばきっときっと楽になりましたよ。マリア様はいつでもあなたたちを見ています。アーメン。